違いないと思っていた渡辺学がまだ乗ってこない。さすがに鈴木教授が皆さん応援ありがとうございました。今日ですね、初めてね450で走れることになったんですけど、本当にね学ぶがめっちゃ速くて、本当に、見てる人たちにはね、面白いレースができたんじゃないかなと思います。皆さんのね応援があったから最後までちょっと頑張って走りました。ちょっとねたまごとなんですけど、次のね G 型系に向けてねもうちょっと乗り込んで、もっとね学ぶいいレースができるように、あとマチャもいいレースができるように頑張っていきたいと思います。今日は応援ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。最終ラグまでずっとトップ走ってたんですけれども、ラスト3周ぐらいで僕ずっとパンクしっぱなしで、ピットに入ってもタイヤが交換できないかなと思ったんで、そのまま最終ラップもちょっと一か八か帰ってこれるかどうか賭けに出たんですけれども、やっぱりタイヤがちょっとベロッと剥がれてしまって帰ってこれなかったんですけれども、でもケンさんと一緒に走れて楽しかったですし、ケンさんちょっと速いんでもうちょっと練習してもうちょっと簡単に勝てるように頑張ります。お疲れ様でした。今日のレースは、反省点だらけのレースで、特に最後の2周、もう3位だからって手を抜いて走ったがためにケンさんの後ろでゴールしたがら、3位っていう結果で、もうケンさんのにラップされずにもう1周行ってれば渡辺さんも抜けたのかな。その諦めたレースで、反省する点が多いレースでした。次回はもう最後まで諦めずに同じ3位でも全力尽くして走れるように頑張りたいと思います。応援ありがとうございました。